はい、皆さんこんにちは。ではお母さんを連れて山から降りましょう。来た道を戻ればいいのかな。っていうかこれ絶対ミクに遮影器渡した方が強いと思う。くぐってきた修羅場が違うからね。お母さんはこのくらいの霊だったら楽勝でしょ。あとは帰りに何が起こるか。最短ルートで帰れるか。帰れない。いっぱいいる。簡単には返してはくれない。左から来てる感じがするな。いっぱいいっぱい映したい。どうし、今劇使ったんだけど入んなかったか。微妙だな。入ってんだか入ってないんだか。2人でこう踊られても困るんだけどさ。距離を取るか。おっと近い近い近い。おっとこれは入った。ストーケーされる。さすがお母さんだな。横をスルリと抜けてくる。もう一匹だ。劇が入らなかった今。くらい。見とれるか見とれるか。触れる。あれできなかった。あれどこだっけ。ここか。でだからさ、こいつをはっ倒していこうよ。あれを、襖を。こういう広いところもちょっとな、出る可能性があるんだよな。ほらー、またこの箱親父だ今度は。んダブル箱親父だ今度は。くらえくらえ。後ろにもいるな。回避。え、何？え、何こいつ？あ、榊くんもしや。てか、14のフィルムもやばいな。6時間遅いからな。うわぁ、無理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 。ちょっと、回避しないと。あ、襲われてる襲われてる。マジマジマジ？お母さんいつの間にそんな評判になってしまったんだ。あなたは激激激激ん倒した。ぶっ倒れてるだけ。まあパワーはまだあんの。なんか後ろ見てる。どういう体勢あいつ。榊消えるのが早いぞお前。え、なになになに。声だけめっちゃうめえてんだ。少し敵の数も多くなってきたな。14フィルムがあれだけいっぱいあったのにもうない。さあ素直に外に出してくれるか。問題はここが空いてるかどうか。空いてる。走れ。とりあえず家からは出た。お母さんがついてきてるかどうかは知らん。まあ雨が降ってるから濡れるのか。濡れメーターのたまり方も尋常じゃないからな。喫茶黒沢へワープできる。おお、ワープした。そして寄り添ってる。なんともなシーンですね。
何もなしかい。やはりミクは氷上山にいた。あ、結びの家ね。有婚の儀式を終えていたのだ。ああ。やがて深い眠りに落ちていった。遮影機はちゃんと返そうね。S だ!やった!ふんふんふん。OK。というところで、12の雫が、終了したので、じゃなくて11の雫が終了したのか、したところなので、まあちょっと今回短くなっちゃいましたけれども、一旦これで終了して、次回を12の雫ですね、やっていきたいと思います。